ットプリ TV 始まるよ。よいしょ。さあ今日は皆さんお悩みのフォアハンドストロークについてです、ね、フォアハンドストロークの内割り、ね、どこに収めればいいんだろう、ね、そんな方に、はい、動画をアップします。はい、まあ、しっかりこう、ね、ラケットを、ね、出していくのはいいんですけど、この後やっぱりこう出しっぱなしに、ね、なったりとかすると、安定しない原因になります。はい、そんな方に対してポイント、左手のところにラケットが返ってくる、ね、左手のところにラケットが返ってくる、ね、左手のところにラケットが返ってくる、ね、まあ、これボールによってね、どんな弾道ですかによって、あの上の方に返ってきてもいいし、で別にあのボールによっては下の方に返ってきても OK です、ね、でこれはでも例えばこう左手が下にあるのにこうね上に行ったりとか、左手が上にあるのにこうね下に行ったりとかするとちょっとこうバランスがね、あの悪くなる原因になりますからね、ちょっとこう迷っちゃうね、ラケットを最後どこに持っていけばいいかね迷っちゃう、その方は左手のところにラケットがね、あの返ってくるようにすればね、打ち終わりがしっかり安定してくると思います。じゃあ実際にねボール打っていきます。左手のところにラケットが返っていくようにすると、ちょっと悪い例やります。ね、こうやってちょっと左手とバラバラだとね、あのうまくいきづらいですね。で例えば高い弾道を打つときはこう上にこうね持ってくる。低い段で打ちたいときは最後こう、ね、下の方で終わるような感じになっても、OK ですね。あとで左手のところにラケットが返ってくると安心してね打てますのでね、意識して、やってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。